はい、始まりましたダンサートーク MC のさやかです。よろしくお願いします。はい、本日紹介したいオーディションはですね、スッキリとあかね企画のコラボになります。一つになろうダンスワンプロジェクトはい、っていうオーディションなんですけれども、まあ、ご紹介したいも何もね、もう知っとるわみたいな感じやと思います。さやか、夏のオーディション何紹介するねん。このスッキリでやってる高校生ダンス部がメインとなるダンス部応援企画のオーディション知っとるわと、毎朝これ8時から宣伝しとるやないかとっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、これが紹介したいんです。私はまあスキーさんって結構、まあ二重プロジェクトもそうですけど、今ねスカイハイさんがプロデュースの男の子のダンサーのボーカルグループ、そういうオーディションをずっと密着してたりとか、結構スッキリさんってエンタメ推し、ね、めちゃくちゃエンタメを推してくれてる情報番組だと思いません？で、まあそんな中でね、もう私がなぜこれが気になったかというと、実はもうその有名なこの振付師のあかねさんですよね。ね、富岡のあのバブリーダンスで一躍すごい有名になりまして、今もうあの YouTube の動画がもう1億回再生ぐらい言ってる、もうぶっ飛んだことになってますけども、あかねさんも有名になりすぎてあかねさんって言ってますけど、そのあかねが地元めっちゃ近くて知ってるダンサーの子なんですよね。昔ね、だから自分が高校生であかねが多分中学生ぐらいの時に一緒に地元のミュージカルに出たりとかしてて、でそっからもうちょっと有名になりすぎて声掛けできなくなってきてしまったんですけどいつもね、なんか私のインスタグラムとかもめっちゃ見に来てくれるんですよ。あかね先生が大した投稿してないのにと思いながら、あかねのことを知ってるっていうのもあって、あの地元が生んだねスーパーコレオグラファーがまさか朝のあの有名な情報番組スッキリとコラボをする、そんな日が来るとはびっくりしとるわけですよね。地元の子多分夢あるんちゃいます？先週のね地域からこんなスーパーダンサーが生まれたっていうのは。で、まあ、その、あかね先生がコラボしている企画ということで、ちょっとね、私は取り上げたかったんです。あかね先生とかね、いつかコラボしてくれへんかな、みたいな。それは無理かな、やろな。私がね、あかね先生、ダンサールーツ紹介せんでもな、もう有名なテレビ番組がいっぱい、あかねの経歴は紹介してくれてるからな、遠い存在になってしまって、本当に応援しております。それでは紹介していきます。なんかページがね、加藤さんとかが映ってしまっているので、はい、こんな感じのトップから始まりますよ。キリダンスワンプロジェクト2021ですね、されてます。こういうページから始まるので皆さんチェックしてください。こんな状況の今こそ一緒にダンスを踊りませんかということで、これ去年もねやってましたね、このオーディション。テーマ曲はうちの息子もめっちゃ好きですわ、夜遊びさんね、群青、群青って読むんかな、こういうので憧れるような。今回のために考案した振り付けでダンスを踊り、その動画を投稿してくださいということで、応募規約を全て読み同意してからエントリーをお願いしますね。未成年の方のオーディションなので多分いろんな規約があると思うので、よかったら親御さんにも見てもらって一緒に間違いがないようにエントリーしてもらえればなぁと思います。地域の特色が出るような動画、撮影場所、衣装、踊りなどお待ちしてますやって。これだからね、私の地元岸和田で言うたら、こうだんじりとかね、だんじり会館みたいなのが映ってる前とかで踊らせてもらえたらね、めっちゃいいんでしょうけどね。もちろんね、顧問の指示に従い、熱中症、コロナ感染対策を十分に行ってくださいね。注意書きがあります。皆さんね、多分今年も日本は暑いと思うのでね、気をつけてください。ダンス2回撮影してって書いてるよこれ。何？1回目は全員が入るように撮影絶対してねってこと。あと2回目は自由に撮影、計2回撮影してください。え、どういうこと？決まりパート？あかねさん、あかねさんの振り付けを参考に踊ってください。決まりパート以外はあかねさんの振り付けで踊っても自由に踊っても OK です。あ、そうなんや、全部あかねの振り付けで踊るんやと思ってたわ。あ、自由に踊るとこがあってもいいんですね。そうだから結構あかね先生の振り付け、ジャズ、ヒップホップ、ジャズかな、キレキレのこう激しい細かい動きがあったりすると思うんですけど、全然ポッピンとかブレイキンが得意なんですけどみたいな部員さんがおったら、全然そういう違うジャンルでもええよみたいなことですよね。そうなんや。ここはなんかね、2種類あるよ、募集動画。ハーフバージョンを踊った動画っていうのと、フルコーラスバージョンっていうのがある。うん。だから、どっちに挑戦していただいても OK ですって書いてるんですけど、ね、これのどっちか選んでください。募集期間内であれば、締め切りですね。ごめんなさい、締め切ります。締め切りは、8月の31日火曜日、正午です。正午。これ大丈夫？今日さ、あれやね、スタバのさ、テイクアウトのタオさ、開けたらさ、それカーンってなってしまうんですよね。アイスキャラメルマキアとデカフェのやつでついちゃったんで、ちょっとなんかラテついた状態で撮ってますけど、ごめんなさい、時間ないんで何回アップロードしていただいても構いませんが、応募動画は最後の一本対象となりますので、ご注意ください。はい。なんかさ、こういう企画をやろうと思ったら自分たちでできるやんか。今でさ、YouTube に上げるとか自分たちでできると思うんですけど、これをさ、テレビがこう追ってくれたりとか、こう宣伝して
くれたりで、まあ、あかねがねもちろんサポートしてくれると思うんですけど、なんかこういうさ誰かがサポートしてくれるっていうのももうね多分30になったらないんですよ。だから10代のうちにこうサポートしてくれる系のオーディションとか企画は参加しといた方が、今しか大人はサポートしてくれへんから安藤はねもう自分の力で何とか生きていきなさいみたいになっていくやんか。やっぱいい年になったらさ、だから10代のうちにサポートしてくれる環境があるうちに甘えた方がええよ、ね、自分たちで、ね、できる子はやったらいいと思うけど、なんかちょっと自分たちだけだとやる勇気がないな、一歩踏み出せないなっていう子はこういう企画で挑戦するのはめっちゃおすすめやと思います、はい、あとはなんか応募条件あるかな。応募期間中に、高等専門学校公立私立全日制定時制通信制問いません、在籍している学生さんとなります。応募する前に、あこれ大事なんかもしれんな、チームのメンバー全員が必ず保護者の同意を得るようにしてください。お父さんお母さんこれに参加させてあげてください。塾に行って勉強しなさいっていうのもね大事かもしれないんですけど、高校生の夏休みたった3回しか来ないので、ぜひね友達とこういう思い出をね作って、最高の高校生活の思い出作りをサポートしてあげてください。よろしくお願いします。本当にさ高校の時の友達がやっぱり、私はですけど高校のダンス部の時の、あの友達がやっぱ結婚式とかも来て涙流して手紙読んだりしてくれたので、こういう時の友達がねやっぱ人生こうお祝い事とかにも顔出してくれるからね、大事なメンバーになると思うのでぜひよろしくお願いします。本音ですね。で学校などの校則やルール、部の規則などをご確認の上ね、規則があると思います。で学校ごとにね必ず顧問の先生や学校の許可を取って行ってください。大変だと思いますけど、ね、ぜひお願いしてやってみてください、ね、学校によってこれはね、そう私の時で言ったら当時学校へ行こうっていう V6 さんの番組があって、あれに応募したかったんですよね。で誰か応募してくれたんだよっていう話が広まったんですけど、でもやっぱりうちの行ってた高校はその時その時代はテレビが入るのはダメです、まあ、生徒ね学生を守るためにダメですっていう高校だったので、そういう機会がなかったんですよね。だからうちの姉が行ってた高校には学校へ行こう来たんですよ。未成年の市長めっちゃ羨ましかった。でマンセもそれは学校によると思いますので、メディアにねお顔を晒したりちょっと危険がリスクが伴うよっていうことも配慮があると思うので、保護者などねにも相談して挑戦したいんだっていう熱き思いを大人たちに伝えてどうにかしてもらうか。ちなみに私も高校生の時にダンス部来る時めちゃくちゃ反対されたんですよ、高校の先生たちに。主に生活指導の先生たちかな、なんか高校の校則がどうだルールがどうだって言われてダンス同好会作ることにすごい反対されたんですけど、うちは自分の親が今思ったらうちの母すごいなと思うけど、はうちの母はなんでダメなんですかみたいなのをこう言ってくれたんですよ、また先生で母が間に入ってくれて、で結果ダンス同好会も作れて、でさらに私が高校高3になって卒業するタイミングであの結果も残せたので、コンテストであのダンス部にまでなったので、多分最初はね反対されるパターンもあると思うんですね。そうなんか新しいことをしたいっていうものに対してやっぱり守りたいっていうね学校の思いも働くので、今まで守ってきたルールだったり伝統を覆すのってなかなか大変な作業になると思うの で、それをやっぱりね熱き思いをどう伝えるかですよね。学校にどういう気持ちでここまでの思いで僕たち私たちはこのスキルワンプロジェクトに応募したいんですっていうのを、それだけ大人たちに伝わって周りの大人が動いてくれるかっていうところでの実現だと思うので、本当にやりたいねっていう人はちょっとこう頑張ってね大人たちを交渉してみてください。先生たちの中のダンス部って何みたいなちょっとカルチャーショックまであったのかなと思うので、当時今はそんなことないでしょ、でも全然ダンス部ってめっちゃ増えてるでしょ。あとはね、まあ、応募方法なんかも細かく載っております、うん、応募フォームに記入してください、入力して送信するやつね、応募動画をアップロードしてください、なんかクラウドがあるみたいですね、ここにダンス動画をどんどんアップしてくださいっていうクラウドストレージサービスボックスっていうものが存在するそうなので、そこに応募動画をアップロードしてください。なお応募いただいた作品データは返却いたしません、コピーしといてや。はい、ほんで応募方法について注意事項がめちゃくちゃあるんですよ。これ結構あるやろ、注意事項やばない？やっぱりね未成年のオーディションということで、ね、めちゃくちゃ多いので全部ちゃんと読んでよ、応募する人は全部ちゃんと読んでほしいねんけど、細かすぎてちょっとこう動画じゃ紹介しきれないので、しっかりこの規約を読んでください。すいません、しっかりしてるよ。なんかこういういろんなことに配慮しながらこうこんな規約作るのもさ、言ったらめんどくさいやん、細かいの作るのもめんどくさいと思うんですよ。でもこれをやってもこう
高校生のみんなに楽しい時間を提供したいっていう、このスッキリのスタッフの皆さんとこのあかね企画のね、あかねさんのこう忙しいと思うよ、あかねさんも思いがねありがたいですよね。なのでね、そういうこうスタッフだったりあかね企画だったりいろんな人とかの思いをこう邪魔しないようにするためにもですね、しっかり規約を読んで楽しくいい思い出になるように参加してもらえたらいいなと思います。2020年の動画なんかもね載ってたりします。まあ参考程度に言っていただいて、確認事項がやっぱり多いので、このオーディションに関しては、ちょっと早く動いた方がいいかも。その8月の締め切りはまだ8月の末って先ですけど、そのね、先生に確認したり親御さんに確認したりっていう確認事項がものすごく多いので、多分時間かかると思います。そこから動画を撮ったりで、この場所で踊りたいっていうところの許可も取ったりしていかないとダメでしょ。そうなるとさらに時間がかかっていってしまうと思うので、ちょっとどんどん早く行動して、この夏休みの頭でも撮ってしまうぐらいな、あの目標で動いていかないと、ちょっと締め切り多分あっという間になってしまうと思うので、で人数が多いダンス部の子とかは余計にあのみんなのスケジュールが合わせるのも大変だと思うので、ね、ちょっと早く行動していただいて、ね、手間はかかると思いますけど、たった1ヶ月、頑張ればね、あのその作品としていろんな大人がサポートしてくれる、可能性がある企画となっております。ぜひね、思い切ってね、その宿題もあったりして忙しいかと思いますけど、高校生ってバイトとかもあるよね。だってね、挑戦してみてほしい。ぜひね、ダンス部も盛り上げていこう企画をとっても素敵だと思うので、夏休み青春を謳歌してくださいということで、でね、こうやってやっぱり素敵な企画をなんか量産してるというか、結構あかね企画のホームページも今回の件で見させてもらったんですけど、あかねすごいわ、なんかいろいろやってるんやなと思って、結構あかね企画自体のホームページもね、こう見てもらえるとなんか面白いオーディション情報だったりがこう見つけられるかなと思うので、よかったらあかね企画のホームページも説明した概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでみてみてください。はい、この動画を見てですね、ぜひオーディション受けてみようかなって思った高校生の方いらっしゃいましたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。虫井さやかですね、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。インスタグラムではダンス動画とかも上げております。ダンサートーク LINE の公式アカウントも作りましたので、こちらでは新着動画アップロードしたよっていう通知が届くものとなっておりますので、ぜひ最新動画、最新オーディション情報を見逃さないように、友達追加していただけますと嬉しいです。おなっしゃ、毎月ゲストトークも続けていきますので、そちらも楽しみに配信をお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。ほなオーディション頑張ってよ。